テルモコックス属は、ユリアーキオータに属す超高熱性のコサイ細菌である。同じテルモコックス科に属するパイラコカスよりも、やや高熱性は低いが、幅広い温度、pH で生息が可能。サーマッカーカスセラーをはじめとして、個細菌最多の27種が属す。深海や浅瀬の熱水域によく生育している。理由は不明だが油田交渉から分離されることもある。 生育可能温度は40摂氏103度と幅広く、pH も3.5から10.5と広い。サーマッカーカスバラファラスの増殖温度は、摂氏48度摂氏100度とかなり広く、最も生育可能温度に幅がある生物と思われる。栄養学的には、変性研究性の変性従属栄養生物で多糖類やアミノ酸を発酵している。 この際生成する水素が増殖を阻害するため、硫黄などを利用して、硫化水素として除去している。硫黄がなければ強い増殖阻害が起こり、種によっては増殖が停止する。窒素酸化物や、鉄化合物を還元剤として利用する種もいる。形態的には1から2マイクロメートルほどの直径を持つ球菌で、細胞壁は S レイヤーより構成される。 多数の弁合を持つ場合が多い。進化的には、ユリア・アキオータの基部付近で分岐していると考えられており、古細菌の原始的な性格を残していると思われる。サーマプラズマの様に、いくつか細胞壁を書き、多数の細胞が集合した融合体を形成するものも知られている。ティーニアモターローランズなどのように、かなり強いガンマ線に耐える種もいくつか含まれている。 利用例としては、T コダカランシス由来の DNA ポリメラーゼが PCR 用に市販されているほか、コサイ細菌や超高熱菌を対象とした研究での使用頻度が比較的高い。ゲノムは2005年に T コダカランシス KOD1 が解読されたのをはじめ、T アンリニアスナイチ、T シビリカス、T ニャモターローランズ EJ3 の4種について解読が完了。 ゲノムサイズはいずれも 2MVP 前後、ORF は2000箇所前後である。ありがとうございます。